お疲れ様です、ピキチです。仕事から帰宅しました。お腹ペコペコ、おつまみ4品作っていきます。まずはサーモンアボカドちゃん、食べやすい大きさに切りまして、ネギを加えましたらレモン汁、醤油、オリーブオイル、塩、ブラックペッパー、ごまちゃんでございます。こちらで和えていきますね。お皿に盛りましたらモッツァレラチーズとオリーブオイルとブラックペッパーでサーモンとアボカドのうまいやつ完成。続いてちくわちゃんとチーズでございます。枝豆もよいしょということで合わせていきます。はい、こちらに鰹節、醤油、ごま油加えて混ぜましたらちくわと枝豆とチーズのこれです。はい、そして厚揚げちゃん登場ということで、食べやすい大きさに切ってカリカリに焼いていきますね。マヨネーズ、ケチャップ、醤油、砂糖、豆板醤、お酢でございます。このエビマヨみたいなタレにね、あえまして、このくるくるくるってやってネギポンということで厚揚げのうまいやつ完成。はい、続いてマグロでございます。ニンニクちゃんですね、バターの上に入れて香りが出てきましたらマグロちゃん焼き目をつけていきます。はい、仕上げにお醤油をよいしょということでかけて、マグロのなんかステーキみたいなやつ完成でございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとう。